お、駅員がいる。なぜこんなところに立っているんですか？さっきの警部さんがこのトイレに誰も入れるなって。眠れ警部殿。しかしなぜこのトイレに？そう言ってたって怪しい占い師風の人に言われて。 100% ジャガーだな。しかし目暮警部殿の指示だとすると従うしかないか。乗客が拘束されているぞ。こいつらも当分帰れそうにないな。杉本さんの部屋だ。ここが現場になるとはな。渡辺さんの部屋だ。お、本人がいるぞ。大変なことになってしまって、これはもう撮影どころじゃありませんね。お宅のプロデューサーはやる気満々みたいですけどね。ああ、あの人はね。数字の鬼ですか。ええ、よくご存知ですね。どうもありがとうございました。とても重要な手がかりが得られましたよ。宮村さんの部屋だ。本人がいるぞ。ああ、やってらんないよ。杉本さんが死んでるってのに、その現場を撮影だもんな。最近杉本さんの周りのことで何か変わったことはありませんでしたか？最近は杉本さん、木戸プロデューサーに怯えてるみたいだったけど。怯えてるみたいだった？ええ、数字が落ちてるじゃねえかって。木戸プロデューサーにしょっちゅうつっつかれてましたから。ま、数字って？この番組の視聴率のことですよ。そろそろ派手なことして数字取んねえとなって脅されてましたね。脅す？あの人の場合、数字取るためだったら何するか分かりませんからね。杉本さんも本当に怖かったと思いますよ。どうもありがとうございました。とても重要な手がかりが得られましたよ。妙子さんの部屋だ。本人がいるぞ。杉本さんが殺されるなんて信じられません。とすると犯人に心当たりは？ないですよ。杉本さんはスタッフみんなから慕われていたんですから。これ以上聞くのは酷か。杉本さんが殺されるなんて信じられません。
とすると犯人に心当たりは？ないですよ。杉本さんはスタッフみんなから慕われていたんですから。とするとプロデューサーの木戸さんとも仲が良かった。え、あの人とは最悪だったかも。だけど木戸プロデューサーはみんなから嫌われてるもん。ああ、どうもありがとうございました。とても重要な手がかりが得られましたよ。さっきはここからものすごいいびきがしてたな。あれ？おお、あそこにかけてあるコートは。あのいびきの主はめぐれ警部殿だったのか。そういや、あれっきり帰ってこないな。沢の部屋だ。いないみたいだな。大熊の部屋だ。じゃが木戸、こいつは心してかからねえとな。木戸さん、ちょっとよろしいですかな。悪いが撮影の準備で忙しいんだ。後にしてくれ。そうですか。邪魔しましたな。俺たちの部屋だ。あれ、ランはいねえみてえだな。食堂車か。物を食う気分じゃなくなっちまったな。ラウンジか。タバコの煙がこもってるね。なぜこんなところに立っているんです。さっきの警部さん、めぐれ駅、そう言ってたって。 100% しかし、視線を感じる。なんだこいつ、話しかけてほしいのか。よう、あんた探偵だろ。そろそろ来る頃だと思ってたぜ、このオイラのところにな。あんた一体。おっと、皆まで言うな。オイラは偶然乗り合わせたテレビ業界の事情通、ただの一般人さ。で、何が聞きたいんだ。いや、その、なるほど、木戸のことか。あいつはろくなもん取ってないね。奴の番組は派手なばっかりで中身がないんだよ。
スタッフ間の評判も最悪だって言うし。こいつ喋りっぱなしだな。ただの業界オタクか。数字のことしか考えないから現場と対立しちゃうのさ。ま、オイラに言わせりゃあのチームでまともなのはディレクターの杉本一人だけど。ああ、ちょっと待て。俺はどういうことだ。ここだけの話、作家の渡辺はギャンブルで木戸に大きく負けてる。だから結局最後は奴の言いなりになるんだ。でもそれじゃ現場は収まらない。みんな癖のある連中だからね。そこで出てくるのが正義の味方、杉本ちゃんってわけさ。杉本は常に現場をかばうから木戸とは激しく対立することになる。お前一体。そろそろ隠すのも限界か。お前は。そう、オイラは AD 中村、杉本と同期だ。ここでサボってるってことはみんなには言うなよ。なんだよ、ビビらせやがって。どうもありがとうございました。とても重要な手がかりが得られましたよ。この辺で一度集めた手がかりを整理してみる。